C よりも C が低いと言ったので、ちょっと足つきの紹介をしてそれから乗って見せたいと思います。まあ私も教習所で使ったライディングブーツです。これそんなあんまり変わらないけど、ここだけ厚いですね。ほとんど靴です。私は教習所でこの靴はあんまり使わなかった、使ったけど少し使った、ほとんどは普通の靴を使いました。それでこれからこれを乗ってみたいと思います。どのぐらい違うか、この今厚いのライディングブーツと靴のブーツでどのぐらい何が違うと、それを見たいと思います。はい、こういう同じでそんなに変わらないよ。これ入ってもどれ入っても普通です。後ろから見えてもこういう感じです。ライディングブーツです。このブーツだったらこういう感じです。こういうです。左足こういうだったら右足こういう。教習所の時は右足乗せてこういう感じでやって、その後ゲールチェーンする時はこういう感じでやって、こういうでチェーンしていました。だからこのぐらいです。他の靴入ってみます。教習所の時はこういうの靴入っていました。こんなの厚いです。まあ、これ履くと私のサイズですけど、でもバイクのためにとっては良くないと思います。バイクのためにはこういうとか普通のスニーカーでもいいけど、フィッティングタイトの方がいいと思います。これルーズ、ちょっとルーズタイプのですね。だから履いてみせます、どのぐらいか。この厚いのはこのブーツとこの靴はどのぐらい、違うか分かります。これから見せます。はい、靴入ったので、これ全然ブーツです、フィッティングないです。でも見せます、このぐらいの厚さと先の どのように違うのか乗ってみますね。これと足で見て、これ全然軽い感じますね。こういうのこれも同じです。ほとんどほら左足このぐらい薄いです。これから乗ってみます。履きましたけど、これから乗ってみます。どのぐらいかな、そんなに変わらないと思います。こういう感じです。あ、いや、これから後ろに見せます。これはこのぐらいです。こんな薄い靴入ってます。こういうです。これ終わったらまた、こういう。前からこういう感じで、後ろでもこういう。だから全然大丈夫です。心配しなくても汗つけるから。私は 140cm でも乗れるから、こんな薄いでも乗れるから、全然厚い靴履いたら絶対乗れると思います。片足だけついても大丈夫です。教習所では。それから起こすのはこれだったら大変です。エンジンがついてないから、あの教習所ではエンジンがついてるから半分こういう感じですよ。だから起こす簡単です。でも最初に言うとは半分でも難しいです。全然経験ないから起こしたことがないから、それから起こすできなくてもそこの教習所の先生がちょっと起こしてもらいます。私の時も起こしてもらいました。だからそんなに心配しないで、約 40cm でも乗れる。だから心配しないで。それから私は最初行った時はもうできない思いですと何回も泣きました。何回も泣いて、後ろからの人はいっぱいの人はできるよ、小田さんできる、できないのことはないよ、できる。それから諦めてもう行かないと言って、だからそのでとまた後で行くと原付に取ろうと考えたの。でもそこの先生たちはもう半分ぐらいできてるから
もうバイクに取った方が良いなら、ね、あなたの選びですけど、私のおすすめはバイクに取った方がいいと言ってて、その後バイクにやっぱり取りました。一番は、私は今まで経験の中で一番いいのはあれだと思います。性も関係あるけど、でもそんなに関係ないと思います。なぜか言うと、私よりも全然高いの人、このぐらい高いの人も打ちました。何回も2回3回ぐらいも打ちました、その人も。だからちゃんとしっかり乗れば性能そんなに意味ないと思います。40でも140でも150でも大丈夫です。できる人はどんな性でもできると思います。だから心配しないです。何センチメートルでもあなたはできるよ。でも一番大事のは、あなたにとってはあなたはもうどうしても乗りたいです。乗りたい、そういうファッションとかそういう興味あるので、あなたは絶対できると思います。私はファッションの中で大丈夫です、いらないってこういう感じでした。でもあなたはだったらどうしても撮りたいなら絶対撮れる。だからそういうものを自分に置いて思って、 いつも忘れないで、もう忘れになったらコメント見て、もう諦めた気持ち来たらこのコメント見て、どうしても撮りたいの気持ちになって、それだったらいいと思います。でもあんたの周りもあんたをできるできるという人いるでしょ。絶対日本人はとっても優しいですから、そういう人はいっぱいだと思います。だからあんたをできるです。諦めないで、一番のは諦めないで。私は何回も諦めた。でも後ろのついてくれた人はあんたをできるよできると言って、もう泣いたの今はとって嬉しいです。斜めだったらどんなバイクでも大変です。一番と私のバイク大変です。レベルでも子供大変ですので、斜め置いてるんでちょっと起こして見せたいと思います。一番私は慣れた時、段取りどんなバイクでも大きさ重いでも腰でこうやってここにこうやってブレーキしっかり握って、こういうだったとこれ起こされる、起こすことができます。こういうです。私が教習所で何回もそこからそのまでにこういうで起こしてくださいと言ってるのに、もうやりたくないけど、でもやった。こういう状態ブレークをこういうできればブレークに手を置いたままにこういう感じで置いてください。4つにこういうです。便利じゃないか。便利ですよ。腰でやると便利です。それからこちょっとカーブするね、長い間いいですけど頑張ってやります。一旦のままします。あれこれちょっと坂道だから、こういう体こういう、体の状態はここの腰ですね。こここれ入れて、タンクにこれをこうやってこういう感じです。できる動かす、できる。もうできない、大変だったな。
坂道に怖いのはあれ、怖いのはあります、いっぱい原因があります。私また、坂道に怖いのはあれ、足つかないですよ。一つは片足だけつくですよ。それから坂道に入る前に一足して入った方がいいと思います。あの、私も二足でもいいけど、でも二足だったらもう坂道に止まるでしょ。その後また降りて減点しないといけない。だからこういうすると危ないですよ。だから入る前に一足した方が良いと思います。だから入る前に知って、できればできなかったら坂道入ったらちょっと体にしっかりこうやってしないよ。ここ離れないで、バイクからできるまでこういうしっかり鉢みたいにしてしっかりこういうくっついてください。それだったら大丈夫です。できれば坂道に入る前に一足して入ってください。はい、私はこのバイク好きです。でもどうする、足つかない、そんなに。だから渋滞の時大変ですよ。だから、はい、これで終わります。また他のことを知りたいならコメントで言ってください。私は分かること知ってることを教えます。私もそんなに知らないけど、でも自分で経験したことだけを教えました。でもこっちの方がいいな。でも低いの人は、私みたいな低いの人はレベルの方がいいです。はい、これからさよなら。また会いましょう。知りたいことだったらコメントしてください。バイバイ。